さあ腰の完売のような基本的なよく知られているお酒ではなくて結構マニアックなお酒を紹介していることで有名なこのコーナーですそういう前置きがいるねちょっと前置きしてみます、はい。はい。今宵はですね、はい、甘酒じゃないドブロク甘酒じゃなくてドブロク <laughs> 先週は甘酒でしたが <laughs> そうでした<ー>えっとねアンジンって言いますこれ神カツの、えー、<ー>甘酒でこれで,できたそうですクラウドファンディングで、えー、作った ブリ,ュアリーで上勝応援団っていうね仁木、えー、さんっていうおっちゃんが率いる、えー、会社なんですけど、はい、上勝に棚田がね綺麗な棚田があるんだけどどんどんあの後継者不足でなくなっていってるっていうのでどうにかしたいということで、えー、この景色を残したいということで自分たちでお米を 育ててで作ったもう酒造免許も取ってで作った甘酒で甘酒じゃうどぶろくでごめんなさいどぶろくって昔からもうんか各家庭でんか作ってたみたいでみたいですね透明な瓶に入っているね白く濁ったどぶろくですけれどもそうですそうですあのなめっちゃ美味しいけん私はちょっと感動したちょっとじゃあはいまず何も言わんと飲んでもらおうかなわかりましたでは いただきます、はい、あ何ていうかなこう <laughs> 木の香りがこう飲んだ後にほのかにするかもしれない。 お米のこうつぶつぶした食感と、はい、それからこう木のちょっとぬくもりみたいなのを感じるすごく自然な感じで、うん、スッと飲めるかあまあどぶろくなんでちょっと癖はあるけどそうやな、うん、でも飲んだ後の後味結構すっきりしてるように僕は思いました、うん、そうですねすっきり系ですもっとむわっと<う>あの,あのなんて言うんだろう重めかなと思ったら、うん、そうじゃなくてそうやなあ、まあ、米と水のあれかもしれんね関係かもしれんけどんえっと,水と,麹と えそう米と麹と水だけで作ってるっていうのがドブロックで、はい、その温度管理とかがすごく難しくてまあ下手したらだからお家でね作ってるのもほらちょっと雑菌が入っちゃったりしてこうダメになったりとかするんやけどそういう調整がすごく難しいけどでもシンプルでえ生きてるあのちょっとピリッと感も残ってないかな私がゆえのんだけん。<laughs> 残ってないかあのなた炭酸超微発泡みたいなのがあっと残ってるかもしれませんさ,あまあさっき開けた時もプシュって言ったんだけど、うん、そうあのー、なんていうの,この発泡性があってねだからまあ飲みやすいっていうのもあるこんだけドロドロしとっても飲みやすいかなと思うんだけどそうこれ、あのー、実はこれは非加熱処理を一回してるのかなじゃないと多分郵送できんと思うんやけど、うん、爆発するから。<laughs> 生のこのど、えー、ロックが現地では飲めるらしくて<う>それは是非上勝に来てのあの風景を見ながら飲んでほしいって思ってるらしくてねあ棚田見ながらとかでしょうねそうねそなんですですあの古民家をね改装してあの昔はそこでほら音楽イベントとかもしてたんだけどランチしてたりしたんだけど、うん、今そのバーいろりっていうのとその。 えー、ブルワリ,リーのあ、はい、あのまあ、ちょっとしたバーみたいなスペースになっててでそこでは飲めるらしい<ー>あとその現地に行ったら量り売りはしてくれるけど郵送はちょっとねあの危険やなっていうのがあるんですけどそう,そうアルコールは8%程度なので軽めです <laughs> でそんなに強くないそうでお米の甘みもしっかりするからね、うん、いいなと思ってそれにちなんで<あ>桜のお菓子はい これはあれですかポン菓子になるんですか。そうポン菓子<ー>お,おこおこしっていうやつ。おこしか。そうそうそう。お懐かしい。はい。うん。桜のほんのりとした香りがまたいいね。あのほんのりとした甘さ、桜の香り。うん 春らしいお菓子、桜の葉っぱが入ったらしいよ。あ、そうか、そんで桜のほのかな香りがうん、うん。よくない、完全にこれ花見、花見セット。花見セットです、これは。<laughs> <laughs> ほんまはね。まだ染めよしのさいでないけど。これあったらいいな。どうやな。まあ、上勝は、ほんで千四百人ぐらいのちっちゃい村で、ほんまにあの街で過疎化が進んでいるが。うん あれもそうやしあとゼロ・ウェイストっていうゴミ、はい、あれ全国から見に来るらしいねどういうあれになってるんか大体、うん、いい20%ぐらいのリサイクル率が平均なんだけどここの町は80%。 リサあのちゃんとリサイクルできるみたいなんていうて、ねはい、とかちっちゃい町ながらものすごいなんか意識高めで,です、ね、そうやってるとこにこの二木さんが入って若者たちと一緒にこうやって米作って酒作ってってしようから、まあ、過疎化っていうのはこう全国的な問題になってますけれどもその中でどうこう あのそうそうそうでも根底にあるのはやっぱその風景に惚れたとか、うん、そこで出会った人に惚れたとかねやっぱそういうことなんよね。だから変に背伸びをしないで、うん、自分たちの普段身の回りにあるものをうまく生かしながら頑張ってるっていう感じがします。そう,そうねこれからでもそういうところにウェイトっていうかそ,それがステータスになっていくかもしれんよねそうですね。うん。う 頑張ってほしいですぜひ地元行ってこれ飲みたいな飲みたい生ドブログ、うん、飲みたいこれ美味しいぞ <laughs>